流しますかの招き猫流しますかは富士急ハイランドにあるウォーターアトラクション2008年7月26日より営業開始4人乗りの円形ボート通称タライブ船が高所まで巻き上げられ水路を流れていくというラフティング型ウォーターアトラクション円形ボートタイプのウォーターアトラクションで巻き上げ装置があるのは日本初登場となるまた 様々な水の仕掛けも用意されている。コースは前半が水路を下っていく。巻き上げが終わると急な傾斜を滑り降りて水路に入る。二重らせんの渦巻き滑り台。二つの段差を下るコブコブ滑り台。大きな渦巻きに吸い込まれるような渦巻きの滝がある。後半は池の上を流れていく。おやの前には大きな金のマイクがあり、ここでお手を拝借、よ ポン、ポン、という声に合わせて2回拍手を打つと、大きさによって、金の招き猫の前でかかる、水の量が変化する。最後には、金のたらいから水を浴びて、ゴールとなる。恋愛成時のアトラクションとされている。水路の水にはご利益があり、水がかかればかかるほど体の役が落とされ、恋愛が成就するという設定がされている。 シンボルは金箔を約4000枚使用した高さ10メートルと8.65メートルの夫婦の招き猫、通称お猫様。恋愛成就という設定から、オスの左手とメスの右手は赤い紐で結ばれている。この招き猫には裏表に顔があり、表側は穏やかな表情をしているが、裏側は大口を開けて叫んでいるような表情になっている。なお、この招き猫は、 日本招き、猫クラブより世界最大の招き猫ペアとして認定された。2019年7月20日よりリニューアルされ、流しますか水増しですかと副題がついた。主に後半の池の部分は変更され、池の中やお猫様の口から水が吹き出るようになったり、乗り場手前の端から濃いミストが出る仕掛けが追加された。他には以下の点が変更された。 ありがとうございます。